2007年フランス大統領選挙と公認候補のドミニク・ボアネを支持する集会で演説するアラン・リピエッツ。アラン・リピエッツはフランスの技士、環境保護運動家、政治家、経済学者。緑の党の創設者の一人、シャライ・コール,ル・イ・コール・ポンで生まれた。父は自由と師団地ヒューマレで1920年代にフランスに移住したユダヤ系ポーランド人である。 1966年エコールポリテクニークを卒業。1971年エコールナスヤナルです。ポントスイショージースを卒業。1972年経済学で修士号を取得している。1971年交通研究所アンスティッチュで、ラシェール・シェイデス・パラポッツ研究員。1973年経済予想、応用数学組織計画センター・センター D a イト p r ズ s p e c t i v e ス d c 能 l o n o m y m a c h e m a t i ア s a p p r a ラ a z e à la p l a n 研究員。In. 1988年フランス国立科学研究センター上級研究員を歴任する。1988年にはフランス土木公団、コーデス、ポントス主任技師となる。政治的にはリピエッツは毛沢東主義者として出発した。その後、緑の塔に参加し、 1986年国民議会選挙ではセーヌサンド2県から立候補した。1997年緑の党のスポークスマンに就任した。1999年欧州議会議員に当選した。緑の党経済委員会顧問、持続的発展委員会委員、フランス大学設立評議会評議員などを務めた。2001年6月21日2002年。 フランス大統領選挙の緑の党公認候補に立候補し、予備選挙では50%の支持を得て、対立候補であったノエルマメールを下した。しかし、同年夏、リピエッツは、殺しカ独立派、分離主義者が爆弾テロを企てたことに対して同情的な発言をしたことや、1999年の事故で39人の、 死者を出したことから閉鎖されていたモンブランのトンネルを再開するかの是非をめぐる発言などからリピエッツの支持率は急速に低落傾向を示した。緑の党の支持率も7%から5%に低下した。結局、10月14日、緑の党はこれ以上の支持率低落を恐れ、大統領候補をリピエッツからマメールに差し替えた。2006年フランス国鉄が 第二次世界大戦中、ドイツ軍に協力して、ドランシー収容所にユダヤ人を移送したことで裁判を起こし勝訴している。ありがとうございます。